飲みたい遊びたい、そんなので優勝できるわけない。中田翔などそうそうたるメンバーを前にそう発言したのは当時23歳の大谷翔平。大谷選手は現在28歳、野球選手として全盛期の時期に突入したと言えるでしょう。そんな大谷選手が日本ハム入団5年目にしてベテラン選手含む日ハム選手たちを一括していたのです。同僚を一括した事件の真相は2023年2月5日放送のテレビ番組スパークにて侍ジャパンの栗山英樹監督が野球解説者の藤川球児氏からのインタビューに答えるシーンが公開されました。本日は栗山監督が明かした衝撃の裏話と中田翔選手との不仲説の真相について見ていきましょう。勝ちたいんだったら野球やるしかないんです。栗山監督は2012年から2021年にかけて日本ハムを率い、リーグ優勝2回、日本一1回といった実績を残しました。監督就任の翌年、2013年にプロ入りした大谷選手とは2017年まで5シーズンを共に戦いました。日本ハムでは毎年開幕前に主力選手の一人を指名して、今年はこうやって戦おうと他の選手たちに向けて話してもらうことが恒例行事になっており、2017年は前年のリーグ優勝、日本一に大きく貢献した大谷選手を指名した栗山監督はこのように語りました。翔平はまだ5年目で23歳のシーズンだったんですけど、もう行ってもらった方がいいなって思ったと、大谷選手なら何かチームを鼓舞してくれるんじゃないかと期待を込めて指名したとのこと。当時の日ハムには中田翔選手や西川遥輝選手などそうそうたる先輩選手も多い中、23歳の大谷選手はこう発言したのです。遊びたい、飲みたい、いろいろやりたい、そんなんで優勝できるわけないですからね。勝ちたいんだったら野球やるしかないんです、と先輩選手に臆することなく発破をかけたのです。このコメントを聞いた藤川氏は、5年目、23歳でマジですかと先輩たちを前に野球にストイックに取り組むことを求めた大谷選手に驚愕の様子でした。野球で最高のパフォーマンスをするために大谷選手の日頃の食事管理や睡眠管理は普通では真似できないほどストイックで、チームメイトの野球外での行動に何か思うところがあったのでしょう。当時のことについて栗山監督は、勝ちたかったと思うんですよね。だからそのためにみんなで頑張りましょう、僕もやりますからっていう宣言だったと思うと大谷選手の真意を推察しました。ネット上では、とにかく一つでも多く勝ちたいっていう執念が感じられる、最高の1年過ごしておいて全く調子に乗ってないのはやばいわ、結果残してなおも野球やるしかないって言える向上心はすごいと驚嘆の声が飛び交いました。ほんまに嫌いやった。大谷と中田の不仲説の真相。2016年に日本ハムが日本一を果たした後、中田翔選手がテレビスマップスマップに出演し、コーナーの進行役を務める中居正広氏から、大谷ってすごいですかと問われると、すごいっすよ、化け物ですよ本当にと断言。化け物なんだと驚く中居氏に続けて、投げてる方があれだけ注目されているじゃないですか、打つ方だけでも超一流の選手だと思うんですよ、それをシーズン中一遍にやっちゃうからと絶賛しました。2016年の大谷選手は投げては10勝打っても22本塁打をマーク。中田選手が同シーズン25本塁打と聞いた中井氏から、大谷選手に抜かれる可能性もあったとして、危なかったですねと言われると、危なかったですと即答し、4番に座るチームの主砲として威厳を保てなくなる危機にこのような発言をしていました。僕も頭よぎるんですよね、中田よりホームラン打った、チームの4番より多くホームランを打ったって言われるんじゃないかとと当時の心境を吐露。大谷は半分ちょいぐらいしか打者として試合に出てないもんねと、さらに中井氏が意地悪な質問で畳みかけると、だから余計に、僕も人間ですから、最後の方は本当に嫌いやったですねと本音を漏らしていたのです。また2016年に日本シリーズ出場を決めた試合で、9
9回に DH を解除して登板した大谷選手の165キロを連発する投球に対して、すごいですね、165キロ、あそこまで打って投げてっていうのを見せられると、こっちは練習しているのがバカバカしくなる、笑と観衆を笑わせるシーンもありました。かつては日本代表の4番を打っていた中田選手でさえ心が折れるほどの怪物大谷、大谷選手がすごすぎて中田選手は自分の成績に不甲斐なさを感じてしまっていたのでしょう。そんな中田選手は後輩大谷選手が見せた名シーンに感銘を受けていました。かっこよかった、あれはしびれた。大谷選手は WBC アメリカ代表との決勝戦直前の円陣で、憧れるのをやめましょう、ファーストにゴールドシュミットがいたり、外野にはマイク・トラウト、ムーキー・ベッツがいたりとか、野球をやっていれば誰もが聞いたことがある選手がいると思う。今日一日だけは憧れを捨てましょう。憧れてしまったら超えられない。今日僕たちは超えるために来た。トップになるために来た。今日一日だけは彼らへの憧れを捨てて、勝つことだけを考えていきましょう。さあ行こう。と、チームを鼓舞した姿も話題となりましたね。チームが勝つためには何が必要なのか、どんなモチベーションで取り組めばよいのか、全てを野球に注げる大谷選手にはそれが何なのかを分かっているのかもしれません。その大谷選手の姿に中田選手も兄貴分らしく祝福し、心を震わせたといいます。やっぱり円陣の時の翔平の声かけ、憧れはなしにしようというね、あれはすごくかっこよかった。そういうことをみんなの前で言うようになったんだなと、かっこよかったですね。ああいう大舞台を経験しているからみんなの前でああいう発言ができると思う。翔平の人の良さもある。すごくあのセリフはしびれました。と大谷選手の成長した姿を素直にかっこよかったとコメントしました。日本代表は14年ぶりとなる世界一を奪還しましたが、その様子を見ていた中田選手も興奮したとのこと。中田選手自身は13、17年に出場しベスト4、今回の侍ジャパンの勇姿を見た中田選手は、素直にかっこよかったなと思いますし、すごくみんな嬉しそうな顔をしていましたしね、いいなぁと思いました。僕が出ているのは全部ベスト4なので、マッチさんともそういう話をしてましたね。俺らが出たやつ全部ベスト4やけど、その他は全部優勝しているんでね、ちょっと悔しい気持ちもありますし、でも素直に今日はかっこいいなと映りましたね、と柔和な表情で語りました。中田選手と大谷選手はたびたび不仲説が噂されていますが、 WBC の途中でもこんなコメントを残しています。日ハム時代の後輩たちが多く侍メンバーに名を連ねている中田選手は、その後のシーズンもあるのでね、張り切りすぎて怪我だけはないようにと後輩を気遣う兄貴肌ぶりを見せていました。その中でも、翔平にしてもコンにしてもね、すごい活躍をしているのでね、すごいですよね。あいつらに関しては素直に応援しているので、頑張ってほしいなって思いますと日本ハム時代の同僚の名前も出しながら悲願の世界一達成へ期待を寄せていました。大谷選手とは2013年から5年間チームメイトで、二刀流の歩みも近くで見守ってきた中田選手は、打つ方でも一級品、投げる方でも一級品でいないですもんね。他にそんな選手はね、いれば異次元じゃないのかもしれないけど、いないからね。近年は大谷選手に習うように投打の二刀流に挑戦する選手も続々と出現しています。しかしプロの世界で大成功を収めたといえる選手はまだ出現しておらず、大谷選手の存在がさらに際立っているのが現状です。続けて中田選手は、翔平が二刀流っていうステータスを作っていく中で、他の選手は難しいけど真似事というか、あそこまで両方に関してえげつない人は今後出てくるのかなと思うけど、と間近で一緒にプレーしていた中田選手も大谷選手には感嘆した様子でした。中田選手が大谷選手を嫌っているという噂はテレビの一部分だけを切り抜かれた報道であり、真実は後輩思いの良き兄貴部であったのです。暴力事件など過去にした過ちもありますが、こうした後輩思いの一面があることも知っていただきたいですね。そして
現在の大谷選手を間近で見るエンゼルスの同僚は大谷選手に対してどのような思いを抱いているのでしょうか。彼は勝ちたいんだ、だから彼を上回る努力をする。そう語ったのは現在エンゼルスで同僚のマイク・トラウト選手。フォックススポーツのインタビューに答えたトラウト選手は大谷選手との関係についての質問に対して、素晴らしい関係を築いている。彼の体のケアの仕方、振る舞い、そしてあれだけメディアの注目を浴びる中で毎晩投打にわたり活躍する姿を見ているだけで本当に見事だと思う、とコメントし、続けて、素晴らしいチームメイトだし素晴らしい男だ、彼は勝ちたいんだ、と大谷選手の心中を代弁するかのような言葉を並べました。さらに、2人は互いに切磋琢磨している感じですか、それとも全然違うタイプの選手なのでライバル意識は持たない感じですか、という質問にトラウト選手は、僕らは互いに葉っぱを掛け合っている、それがチームメイトのすることだと思う、互いにベストを引き出す努力をする、彼がしていることを見て自分はそれを上回る努力をする、毎年そうだ、と大谷選手の存在が自らのレベルも引き上げていると2人の関係性を話しました。さらに2014年からプレーオフへの出場がないチームの現状に触れ、トラウトをプレーオフに連れて行け、大谷をプレーオフに連れて行けというような表現には神経を逆なでされる、とエンゼルスに対するメディアの報道に心境を吐露しました。さらに、僕は野球が大好きだしプレーをとても楽しんでいる、だが勝ちたい、とも口にしており、大谷選手とトラウト選手、2人の盟友は共に勝ちに飢えているのだといいます。トラウト選手は WBC 期間中のインタビューでこのようにも語っていました。なんというか、こんなにグラウンドで楽しいのは本当に久しぶりだ、ここにいる誰に聞いてもそう言うが本当に楽しいんだ、すごいよ、マジですごいよ。 WBC とポストシーズンは似ているかとの質問には、ああ本当に似ている、メキシコ戦は今夜、カナダ戦よりもっと声援が大きかったけれどすごくクールだった、感じるんだ、グラウンドにいると本当に雰囲気がレギュラーシーズンの試合と違うんだ。もちろん母国のユニフォームを着てプレーすることへの喜びもあるでしょうが、アメリカ代表は優勝争いができるチームであるというのも感情を爆発させるほどの楽しさを生んでいる理由だとも言われています。今後エンゼルスがどこまで駒を進めるのか、日米のスター選手の2人がポストシーズンまで導いてくれるのでしょうか、注目していきましょう。あなたはどう思いますか。コメント欄であなたの意見や感想を教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。